まずは区内の出来事をまとめてお伝えするウィークリーニュースです。今週はご覧の話題をお送りします。はじめに10月14日フラット日暮里で行われた里親養育体験発表会の模様をお伝えします。里親とは、さまざまな理由により家族と離れて暮らす子どもを預かり育てる公的な制度です。区では説明会や体験発表会などを行い、里親を増やす取り組みを行っています。里親にはさまざまな種類があり、養子縁組を目的として子どもを養育するものや、養子縁組を目的とせずに一定期間子どもを養育するものなどがあります。第1部では、大学受験を控えた子どもを受け入れた里親と短期間子どもを受け入れている里親の2組が登壇。里親になった経緯や良かったこと、苦労したことなどを語りました。第2部では、赤坂心療内科クリニックの宮本世良木委員長が、子どもとの関係を育む養育、暮らしの中で大切にしたいこと、と題した講演を行いました。10月は里親月間です。参加した皆さんは里親について理解を深めようと熱心に耳を傾けていました。区では事前予約制で毎月里親説明会を開催しています。続いてはこちらの話題です。10月14日、サンパール荒川でジャズイン荒川が行われました。ACC が主催するこのコンサートは、プロのアーティストとワークショップ参加者との連携による参加・鑑賞型の融合事業として毎年開かれ、今年15回目を迎えました。この日はワークショップの講師陣によるバンド中地秀明ジャズオールスターズの演奏が行われたほか、公募により集まった参加者で結成されたビッグバンド荒川ジャズ楽団が登場。プロミュージシャンのもと10回のワークショップで練習を重ね、迫力ある生演奏を披露しました。出演した皆さんはエネルギッシュな演奏で会場を沸かせていました。続いてはこちらの話題です。10月15日、荒川遊園世界ポリオデーが開催されました。10月24日の世界ポリオデーに先駆けて行われた荒川遊園世界ポリオデー。ポリオとは5歳以下の子どもが感染しやすい病気で、日本では小児麻痺とも呼ばれます。治療法はありませんが、ワクチンの投与で予防が可能とされています。主催の東京荒川ロータリークラブはパートナー団体と協力し、恵まれない世界の子どもたちにワクチンを投与する活動を行ってきました。この日、式典が開かれた小国西小学校で、東京荒川ロータリークラブのメンバーが来場者に寄付を呼びかけました。ポリオはですね、皆様ご存知のように小児麻痺と言われております。今はですね、世界ではアフガニスタンとパキスタンだけになりました。あと少しです。そのためには皆様のですね、ご寄付が必要になってきますので、ポリオ根絶のため、世界の子どもたちのためにぜひご寄付をお願いいたします。荒川遊園前のパレードは雨で中止となりましたが、小国西小学校金管バンドの演奏や模擬店などが出展し、キャンペーンを盛り上げました。
ロータリークラブとパートナー団体は、これまで25億人以上の子どもにワクチンを投与する活動を行っています。続いては2つの話題をまとめてお伝えします。10月16日から20日まで、フラット日暮里で荒川区シルバー人材センターシルバーフェスタが開かれました。シルバー人材センターは、働く意欲のある高齢者のためにその能力を生かせる仕事を提供し、生活の充実度を高め、社会福祉の増進を図ることを目的とした会員制の公益団体です。区内に住む健康で60歳以上の働く意欲のある方なら誰でも会員になれます。会場では出張入会相談会が開かれ、入会に必要な仮登録の受付や仕事の内容をシルバー人材センターで活躍している会員が紹介しました。また期間中、日替わりでイベントが開催されました。この日は手芸教室が開かれ、お財布や小物入れにもなるシュリンクレザーのアコーディオンポーチを作りました。革はあらかじめカットされていて、革のパーツをつなげるカシメを取り付けるだけで簡単に作ることができました。10月20日から由比の森荒川でバリアフリー図書展示、すべての人に読書の楽しみをが開催されています。展示は障害や福祉について学び考えるバリアフリー図書を通じて、障害者への理解や図書館の障害者向けサービスの認知度向上などを目的としています。期間中、1階エントランスには大きな文字で書かれた大活字本や点字図書、触る絵本などが展示されています。バリアフリー図書展示、すべての人に読書の楽しみをは11月15日まで開催されています。今週はご覧の話題をお伝えしました。以上、ウィークリーニュースでした。